こんにちは、レンジです。狼の続きをやっていきます。今回こそ鬼ヶ島の最後になると思います。多分ここ一番上でしょう。九尾の狐と、いや99尾だった、戦うことになると思います。頑張っていきましょう。ああ、もう中間セーブあるもんね。セーブがあった直後にね。よいしょ。うわ、ここだわ。甘子、感じねえか。静かだが生温かくて居心地の悪いこの雰囲気。やろう、間違いなくどこかでおいらたちを見てやがら。向こうへやる気満々だぜ。どうする、甘子。行くだよな。おいらも早く暴れたくてうずうずしてんだよ。メギツネ野郎、思い知らせてやら。行くか、メギツネ。ボインのメギツネ。なんかアマテラスみてえなマークが書いてあるけど、シャチホコ、それ鬼のシャチホコだ。来るか。さあて、ついに城のてっぺんまで追い詰めたぜ。出てこい、メギツネ野郎。どこで隠れやがった。ケミコ姉の敵、このイッスー様が取ってやるぜ。いないんだよな。うわ、しかもあのシャチホコ溶岩入ってたな。あ、ほら、アマテラスマークだよね、これ。赤い月が、あ、九尾の狐じゃん、あれ。そっちに書くのね。雲が晴れて、こんなに陽気が立ち込めてるところで、まさか。え、これ狐だぞ。書いていいの、敵だよそれ。まがしいね。うわ、キュービーかかかかか、血まなこになって駆けずり回り、ドブネズミのように我が城鬼ヶ島へ忍び込んだアマテラス。このキュービー、闇の国の君主常闇のスメラギより力を授かり、漁師まばらの領主を仰せつかった。わざわざここまで来なくとも、貴様のような邪魔者、いずれ人間もろとも食い殺してやったものを、あの女王卑弥呼のようにな。闇の国？常闇のスメラギ？それは一体何のことだい。大体漁師まばらの漁師なんて、おいらは許した覚えはねえ。常闇のスメラギ、それは我ら妖魔の絶対的主君。この世に二つとありえぬ古今どっぽの闇の象徴なのだ。髪の生えた昔話にすがって神を称える野良畜生とは訳が違うわ。二層に負けたり、こんなまがいものの舞台を用意したり、嘘っぱちのイカ様野郎はてめえの方じゃねえか。今度こそてめえの負けの皮ひっぺがしてやるぜ。果たしてどちらが本物かな。神の力などはるかに凌駕する我が妖力。ちょっと尻尾可愛いんだけど、ここで存分に味わうがいい。戦うか。まずは切ってみよう。あ、なんだ今の。無駄、罰って書かれてる。誰が、あいつ尻尾の筆じゃねえの、あれ書いてんの。なんだ、うわ、勝手に風吹かされた。どうした、お、来た、オッケー。おい、開いし、あばばばば。お前か、これ何、尻尾。
これは よいしょ。ああ、焦った、あっちに戻った。あ、尻尾減ってんじゃない？書くの邪魔されんだよ。2、4、6本。じゃああれだな。書くの。あ、っていうか、持ってんじゃん。ニョキってやってから、ババババババ、いた、ほら、ほら、ほら、あ、この赤い玉が邪魔なんだよ。やべえ、すげえ減ってる。これは回復しとこう。真骨頂。もう一個。全然倒せなかった。2、4、5、あと5本。この状態では多分、食らわせらんない。食べる。おや、おお、うわ、この後、この後、よし、まだまだまだ、さあ、おい、ああ。よいしょ、これ全部か、全部いったんじゃない、いった、へっ、尻尾なしね。いやー、なんか強そう。手追いの獣は強いからね。おそうだね。わあ、これあれだな、まどろみやったほうがいいな。あ、いいな、あばばばば、ほい、よいしょ、どうした、疲れたか。いや、雷がない、雷がない。おっと、いい、今やって。入ったか。なかなか強かったぞ、尻尾が。お、風の剣、固まったなんだけどな、剣なんですか。草薙の剣だ。ここでキュービの屍から蘇り試験、新緑の刃を持って悪鬼を断ち切る。これ本当はヤマタノオロチから出る剣ですからね。卑弥呼の仇、アマテラスは執念で大妖怪キュービを討ち取った。大きな獣に姿を変えて横たわるキュービの正体、それは邪気を募らせて妖怪となった古狐じゃった。
ともかく主を失った鬼ヶ島は音を立てて崩れ、死者への手向けのように花となって大海原へ散っていった。そして海神水流に変化した龍神族の長乙姫もその役目を終えて無事龍宮へと帰っていったのじゃった。じゃが九尾から外れた奇怪な面は宙でたちまち真っ黒な容器に姿を変える。そこには退治したばかりの九尾の怨霊に加え、九尾に己の力を捧げた妖刀金釘の怨霊の姿もあった。前の疫病のやつね。二つの怨霊は絡み合うように空中でうなり、遥か北方の地へと飛び去っていった。オロチの体から現れていでた怨霊は全部で4つ。キュービたちの怨霊は残る仲間のもとへ向かったのじゃろうか。それともキュービが残した今の言葉、闇の国の君主常闇のスメラギ、その禍々しい名前の示すものが北方にあるのじゃろうか。押し寄せる闇の気配にアマテラスは武者震いを禁じ得ないのじゃった。そしてアマテラスと旅を続けてきた小さな妖精一寸もその心に変化をきたしておった。すげえイケメンに書かれてるんだ。天道大使一寸って書いてる。すべての筆技を目に焼き付けたら旅は終わりと言ってはばからない一寸。残る筆技をあと一つに残した今、なぜか顔を曇らすのじゃった。とにもかくにも二人が目指すは極寒の地で待つ次なる妖魔。まだまだ冒険のお話は続くんじゃが、お話は次の。あわこ、楽しんでる場合じゃないぜ。キュービーを倒したところで卑弥呼姉は帰ってきやしねえけど、一丁弔いの雄たけびでその魂を送ろうじゃねえか。あれか、あいいね、月に向かって遠吠えをしてるね。ああ。ここまでのお話を記録する。あ、後ろから。いや、アマテラスくん。もしかして、鬼ヶ島で狐退治でもしてきたのかい？でも、その様子じゃ、いろいろと苦労してるみたいだね。狐くんは、そんなに手強かったかな？あははは。てめえ、卑弥呼姉が死んじまったっていうのに。よくそんな脳的でいられるもんだな。こんまりくん、意外にめめしいことを言うじゃないか。女王卑弥呼の行いは全て覚悟の上。それはアマテラスくんだって納得づくじゃないのかい？何を？とにかくおいら今、お前の顔は見たくねえんだ。さっさとどこかへ行っちまいな、このインチキ野郎。これはこれは、随分とご機嫌斜めだな。そんなに怒ってたら空のお天道さんも悲しむよ。いや、夜ですけど。ほら、言った通りだろ。あの雷は信州平原の北の方からだ。まさに風雲急を告げるといったところだね。アマテラス君、ミーも忙しいからそろそろ消えるけど、とりあえずこれだけ言ってもいいかい？予言か。電撃ビリリで入り口オープン。やっぱりこの予言をしないと落ち着かなくてね。ついでにユウたちのマップに印をつけちゃおうかな。おう、ん？信州平原なの？おう、か、勝手に何しやがんない。だってどうせそこへ行くつもりだったんだろ。キツネ君の体から湧き上がったあの容器の向かった先へね。お前何を企んでやがんだ。久しぶりに予言も楽しんだし、この辺でおいとましようかな。それじゃ一瞬でバイバイ。もう最近消えるね。新種平原向かえばいいの。ここやり残したことは特にないよね。さっきの見た？鬼の顔をした島が花になって散ったよ。アラスでも来そうな天気だったから一度家に帰ったんだけど、
不思議と怖い感じがしなくて戻ってきたんだ。そしたらあんな綺麗な瞬間を見られて、いやー運がいいな。そうか、楽しんでくれたんなら何よりだ。宝箱。あ、エトの置物、犬。あ、やばい。よし、ギリギリ。まず西安橋行くかな。どっちかな、まだかな。信州平原行くか。はい、信州平原です。そこは、あ、あの花火の玉屋のうちの近くやね。今のはあれだね、佐川急便。ちょっと水差さないでくれる。一撃。でもね、今戦ったのね、あれだね、装備してないことに気づけたね。これ二刀流できんじゃないの。これが草薙の剣か。朝になったけどすげえ天気だ。あ、雷が。これさ、あー遠すぎてダメか。これ多分そうだよ、猫の像どっかいねえかな。この周りにあるはずだよ。あるでしょ。先にそっち行きたい。よし、これでこの像にさ、こいつは大昔からここに立ってるんだが、何に使われたものなのか誰も知らねえ。中津国にはこんな風にいつ誰か何のために作ったのかわからないものがたくさんあるんだ。まあみんな生きているのに必死で気にも留めてないだろうけどな。私気になっちゃいます。ああ、隆起してる。あ、入り口？ここじゃないよね。あ、ここなんだ。はい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 。計らずも目的地ここだったのか。どこだ、入り口。あ、ここか。よいしょ。あばこ、この穴がどこへ通じるのか知ってるのか。キュービの野郎の体から怨念のような煙が立ち上ったが、この穴はあの煙が飛んでいった北の国へ通じる地下道なんだぜ。さっきから不気味な雷が鳴ってやがるしよ。おいらなんか嫌な予感がするぜ。え、戻ってこれるよね。これで何、北の大地に行けるの。長い。うわあ。え、何これ。ここ何？北の大地？え、どこにいるの？カムイ。あ、もう北海道に来たんじゃん。ひゃー、さささ、サビー。ここ、これは一体どういうわけだい。いくらここが極北の国、カムイだって言っても、ここまで吹雪が吹きすさんじゃいなかったぜ。あ、バコ、おいらちょっと獣舎の奥深くに潜るから、早いとこその猛吹雪をしのぎそうなところを探してくれよ。了解。カ
カムイっちゅうのはあれですね、アイヌ語で神のことかな。はい、セーブします。じゃあちょっとキリがいいんで今日はここまでにしましょうか。次回、ああ、あそこに木があるね。あの木でここをきれいにして、そっからだろうな。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。